さすがにこれも難しい。中央車も53番で
々にとって大変厳しいレースだったけど、まあ、結果として5位ということで、はい、よく頑張ったと思います。どうでしたかそのレースは。はい、そうですね、僕自身は今回スタートを担当しまして、まあ、久々のスタートだったんですけど、1コーナーと、まあ、1周目に3ポジションぐらい順位を上げられて、うん、まあ、その後いろんな、まあ、レース展開の中で、まあ、いろんな各車トラブルとか出る中でうちの車はすごい順調に走ることができて、まあ、セカンドスティントを平瀬選手が、繋いでくれて、まあ、最後のスティントで、まあ、16号車の無限と、39号車と順位を争っている中で結構最後に選んだタイヤがしっかり、ウォームアップが良くて、でアウトラップをプッシュして2台をそのピットの中でオーバーテイクできて、まあ、最後いろんなトラブルがあって、まあ、5位ということで、まあ、かなりレース中はずっと攻め切れたレースで まずポジションを上げられたことが良かったなと思います。はい、平瀬選手、はい、そうですね、まあ、いつもと違う流れで、まあ、千代選手スタートで、まあね、オーバーテイクしてきてくれて、まあ、僕は真ん中のスティントを今日担当したんですけど、まあ、40周ぐらい、長いスティントの中で、まあ、ミシュランさんが、ね、選んだタイヤもしっかりと発動してくれて、まあ、正直もうちょっとペース上げていきたかったなっていうのはあるんですけど、まあ、その中でも、まあ、最後のスティントにうまくつなげることができたと思いますし、うん、その、ね、最後つないだスティントで千代選手が、ね、ポジションキープしてきてくれたんで、うん、まあそうですね、今日はチームとしてもドライバーとしても、うん、しっかり、出せる力を出し切れたのかなと、うん、まあ、もう少しスピードが欲しいので、うん、まあ、次の鈴鹿ではしっかりと、うん、またセットアップに詰めて今度は予選から前から、ね、うん、いけるように、頑張っていきたいなと思います。はいはい、次戦の鈴鹿に、ね、向けて、まあ、課題も見つかったし、まあ、それを解決して頑張りたいと思います。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります。頑張ります。